最初に言っておく。前作は見なくていい。ようこそレビューラボへ、バッタモンだ。プー、スー、悪魔のクマさんと邪悪な仲間たちを見てきたぞ。この放題ダサいと思ってたけど、一周回って気に入ってきた。でも現代の方がかっこいいけどね。ウィニーザプーブラッド&ハニー2。みんなも知っての通り、イギリスの作家アラン・アレクサンダー・ミルによって執筆された。ここ大事、ディズニーのプーじゃないから。児童文学クマのプーさんの著作権が切れたことで、待ってましたと言わんばかりにぐちゃぐちゃにホラー化した前作から早1年、待望の続編が日本上陸だ。前作は予算10万、撮影は10日間という超低予算の制作体制ながらも、そのぶっ飛んだアイデアで770万ドルの大ヒットを記録。ただし面白かったかと言われればすごく面白くなかった。こうプーたちが一番後輩によって生まれたとか、食べ物を持ってきてくれたクリストファーがいなくなったことで空腹から仲間を食べてしまい、それが原因で人間を逆恨みしているとか、設定とか導入部分はかなり良かったと思うんだけど、とにかく物語が単調で面白くなかったんだよな。 60% を切ったら低評価扱いのロッテントマトでは、評論家のスコアが驚異の 3%、 観客からも 50%、 完全に話題性だけの一発や、まあ、どうせ今回も面白くないんだろうと思いながらワクワクで劇場に行ってきた。ちゃんと面白いんだが、どういうこと？思ってたんだ違いすぎる。まず映像から安っぽさが消えてるんだよ。いいカメラに変えたのか、編集の違いか、はたまたライティングか、とにかくいい。前作にあったような暗くて何してるか分かんないの連続じゃなくて、見せるところはちゃんと見せるし、見づらい場面だとしても霧をバックに動いてるから、こうシルエットだけが一瞬横切ったりしてちゃんとホラーしてる。で肝心の物語ね、何ちゃんといい話にしてるんだよ。エンディングもいい曲だったせいでラストシーン泣けたぞ。 Not a Home って曲ね、リンク貼っておくわ。見た人に聞いてみたい。あのラストはちょっとほっこりする？それとも俺の涙腺バグってる？そこに至るまでのストーリーとか、割と人間サイドにも焦点が当てられていて、クリストファー・ロビンがすごく主人公。お、何を言ってるんだと思うかもしれないけど、前作のクリストファーってただ襲われるだけの、言ってしまえば普通のホラー映画の被害者みたいなお飾り感が強かったんだけど、今回はちゃんとクリストファー・ロビンだった。前作の惨劇を唯一生き延びたクリストファーは、実はあいつが真犯人なんじゃないかって街の人から疑われていて、生きづらい人生を送ることになってるんだけど、これちょっとだけクリストファー・ミルンの人生をベースにしてるんじゃないかなと思ってて、あのアラン・ミルンの息子ね、あの人もプーさんという存在と父親の名声でだいぶ生きづらい人生を送ったらしいから。で映画の話に戻して、そんなクリストファーの境遇とプーとの過去、家族や友人との関係が結構ちゃんと描かれてて、ホラー映画の中でもまあ割と良質な方だと思う。前作でなんだそりゃってなった人も騙されたと思って見てほしい。本当にね、意外なことにいい映画だったよ。あとぶっちゃり俺も見るまで気づかなかったんだけど、クリストファー役の人違う役者なんだよ。前作ではニコライ・レオンが演じてたんだけど、今回はスコット・チェンバース。実はこの人前作からプロデューサーとして参加していて、この10年間で100本のホラー映画を制作してきたイギリスの B 級映画界の帝王らしいんだよな。多分向こうでは有名な人だ。だけどなぜに役者が違うのか、これは後半のネタバレありで話すとしよう。で違うといえば、一番目立つのはプーの外見だよな。ピグレットもそうだし、ピグレットなんか完全に別物じゃん。牙どうした？これもしっかりと理由付けがされてたんだよ。その手があったかってほどに秀逸な方法で、これも後半でね。それから惨殺描写、これも確かにパワーアップしてた。そこまでやるかっていうぐらいぐちゃぐちゃにしてくんだけど、非常に80年代のスラッシャー映画味を感じる。斧とかナタとかコンボ、包丁、インパクト、あとはポスターにもあるチェーンソー、使う武器も定番どころばっかりで、あ、ホラー映画好きなんだなって愛も感じたし、殺人鬼ではなく一種のモンスター映画でもあるから、どうかしてる怪力にも説得力増し増し、こう熊の腕力を人間並みに使いこなされたらそうなるよなっていう。そんなプーたちなんだけどね、今回追加された新設定が良かったな。結局一番の悪は人間っていうところが、そして確実に今後へつなぐための伏線でもあって、テンションがぶち上がった。久しぶりに俺前のめりで映画を見たよ。それ今後の話が出たところで、一旦作品の概要を。本作は今年の3月に公開されて、トマトの数値がなんと驚異の 100%。
というのは当然最初だけで、今は 46% まで低下。完全に身内だけの数値じゃねえか。ま、ここで注目したいのは観客のスコアね。 76% のズバ抜けて高いわけではないけど、普通に良作のスコアを得ている。興行収入は若干下がったものの750万ドルを記録。これの何が面白いって、去年散々ひどいひどいって言われてたのに、ほぼ同じ人数が見に行ってるってことだよね。ツンデレかよ、ほんとみんな大好きじゃん。そして勢いのままに3作目が決定。さらに著作権が切れてパブリックドメインとなったキャラクターたちを集めたユニバース、ザ・ツイステッド・チャイルドフット・ユニバース。意味は歪んだ子供時代ユニバースだったかな。通称プーニバースが始動して、バンビ、ピノキオ、ピーターパン、マッドハッター、眠れる森の美女が参戦予定。小さな世界で大きく大きく盛り上がっている。これ楽しみすぎるんだよな。じゃあこっから先はネタバレありの感想に入っていくので注意してくれ。100エーカーの森の惨劇を唯一生き残ったクリストファー・ロビンは、トラウマを抱えながらも故郷アッシュダウンの病院で働いていた。だが住人の多くは彼こそが真犯人ではないかと疑い、その話を題材にした B 級ホラーが映画化もされ、クリストファーとその家族は日々嫌がらせを受けていた。中には話を信じる者もいたが、面白半分や怪物を狩ろうとするハンターたちで、彼らの侵入によってプーたちの住処が荒らされてしまう。かつての仲間ティガーやオールと再会したプーは、人間への復讐のため町へとやってくる。まずは一番重要なところから。 B 級映画というワード、実は前作と今回全然繋がってない。これね、描写の仕方が良くないんだよな。本編中で明言されてるかというと、そういうわけじゃないから、パンフレットで監督がそう言ってる。他の人の感想を見た感じ、いまいち伝わってなさそうね。この作品は100エーカーの森で惨劇があった世界線が舞台で、その世界で映画化されたのがプー悪魔のクマさんという設定になっている。キャストやデザインが大きく違うのはこのせいだ。ややこしいけど、これはよく思いついたよな。前作は本当に見切り発車みたいな形でやったんだろうけど、あまりのヒットを受けてユニバース構想を練ったから、今後に矛盾が出ないように仕切り直すという手法。しかも超低評価の作品を自分たちでネタにするっていうところも面白い。見事なんだ。まあいよいよ原作は全く関係なくなったんだけどな。これはつまり前作で美味しくいただかれたイーヨーもそのうち出てくる可能性があるってことだよな。期待が膨らむ。で、クリストファーの扱いね、非常に現実的だな。大抵の人は信じないだろうし、デマ情報が広がってそれで実家にも嫌がらせをされるとか、心霊スポット扱いで行くやつとか、あとは都市伝説信者というか自分の目で確かめようとするやつもいるだろうな。ここで支えになってくれるのが両親と幼馴染のレクシー。ちょっとマケインの影響で幼馴染のヒロインに敏感に反応してしまう。話を戻そう。極端な攻撃とかじゃなくて、こう後ろ指を刺されたり落書きをされたり、だけどみんながみんな嫌ってるわけではない。無意識の拒絶みたいな描写の方が目立ったかもな。逆にリアル、ほんと出来がいいのよ人間パート。そんな状況でクリストファーを守ってくれる両親、いい人なんだ。一緒にいると非難されるかもしれないっつってレクシーのことを遠ざけようとするんだけど、彼女も一緒にいてくれる、いい人だ。ここの関係性も良かったね。で、ロビン家には年の離れた妹がいて、そこでお兄ちゃんやってるクリストファーがね、いいんだこれがまたいいしか言ってね。その子はちゃんと熊のぬいぐるみを持ってる。家族パートに比重を置いたのは大正解だと思う。こう登場人物に愛着が湧くから、追い詰められたシーンでの緊迫感が増す。もっと言えば知らない役者だからこそ、いつどこで誰が退場するか全く読めなくていい。そして実はロビン家にはもう一人、クリストファーと年の近いビリっていう兄弟がいて、兄だったか弟だったか忘れたんだけど、彼が幼い頃に誘拐されてる。で、誘拐したのがマッドサイエンティストで、動物との遺伝子実験に使っていたと。急な胸くそ案件。てか、なんか今年の初めに見たなそれ。ちなみにクマのぬいぐるみはもともとビリーのものだ。これはなかなかにどぎつい設定を盛り込んできたな。ただ全員が元は誘拐された子供だとすれば、今後感動路線に持ち込める可能性もある。今回のエンディングの選曲を見るにワンチャンありそうなんだよな。そして俺は気づいたんだよ。歪んだ子供時代ってのは、てっきり童話ベースだからそうしたのかと思ってたけど、小鹿のバンビ、子供のピノキオ、永遠の少年ピーターパン、生まれてすぐに呪いをかけられた眠り姫、マッドハッターは違う感じだけど、アリスが出てくるなら迷い込んだ象徴、こっちか。
こう人間に敵意を持つには十分な理由が着々と増えていって、続編への期待が高まる。うまくいってた頃の MCU をゴリゴリに意識してるから、イースターエッグの仕込み方がうまいのよ。エンドロールワクワクしたな。ちょっとみんな見ようぜ。そして見た人はどうだったか教えて。次回作はバンビだから。原作でも母親をハンターに殺されてるからね。それだけで襲う理由は十分なんだけど、どうなるかな。なんなら実験用に狩られたみたいな設定でもいいと思う。やべえ、超期待できるシリーズになっちまった。ここらで終わらせるか。ではまた会おう。